V3S プレゼンツ BJJ ウェーブ、イエイ。はい、はじまきやです。はい、モカピンです。森竹博です。モカピン、竹下モカさんですね。竹下モカです。今更ずっと言ってるんですけど、いつもあのどこででもモカピンです。モカピンです。はい、ということで、はい、やりたいと思います。はい、はい、まず最初に、はい、ヨーロピアン見どころ紹介。はい、はい、来週、再来週なのかなに、あ、違うか、もう来週、再来週の月曜日からスタートのヨーロピアン、うん、はい、あの行く予定だったんですけど、あの驚愕の事実、経入の再結成と被ってて行けないということで、キャンセル料3万5000円を払って行かなくなりました。ということで、これをちょっとやりたいなと、うん、だからいつもヨーロピアンは、IBJJF の要はシーズンオープナーね、あの2020年度の1月にヨーロピアン、3月にパンナムで、5月末にムンジュアルっていうのがこの三大大会みたいになってて、まああとその間にブラジレーロっていうのもあるけどね、あの5月、4月の終わりから5月のブラジレーロっていうのもあるけど、で大きく分けてこの3つかな、ヨーロッパ、欧州と、パンナムがアメリカね。で、まああれ環太平洋なんだよね、パンはね。で要はアジアもあの一応そこに入、あれごとに大陸ごとにやるとアジアも入るはずなんだ。アジアは9月、まあ今年はちょっと10月になるけど、ちょっと保守的にも落ちるんだよね、アジアはね。そうですね、3星3スターなるかな。だからその欧州、環太平洋、アジア、世界みたいな感じのそのランク分けでいうと、ちょっとアジアがちょっと下で、その次がヨーロッピアンで、ブラジレイロとヨーロッピアンが同じだよね、確か。あれ、ブラジレイロとアジアが一緒じゃないですか。あ、そっかそっかそっか、そうだ、ブラジレイロは、うん、いや、ブラジル国内の大会なんだけど、アジアと同じなんだよね。そうですね、そうで、ヨーロッピアンっていうのは欧州、うん、欧州全土の大会で、環太平洋のパンで、世界大会一番上で、パンナム、ヨーロピアンが一緒かな、うん、でその下にアジアとかブラジリエロっていうのがあってっていうところの中で、2020年度年が変わったうちの一番最初の大会がこれと。でそのでムンジュアルが6月で、それが終わるとあの農技シーズンみたいな感じで、まあ、一応その間にもアジアだったり、アメリカンナショナルがあったりっていうのはあるんだけど、うんうん、どっちかというとその6月に、ギノ・ムンジュアルが終わって、12月にワールドの農技があるから、その間に、パン農技だったりなんだりっていうのがあるから、農技シーズンの始まりみたいになってるけど、でその農技シーズンが12月のワールド農技で終わって、またギノシーズンが始まるっていったうちの一発目、これがヨーロピアン選手権ね、はい、で IBJJF の主催大会の中で多分最大規模がこれだよね。ね、僕は一回も行ったことないんですけど、一番ね、参加人数多いって最近では。だそのやっぱシーズンオープナーってこともあって、まあ、ブラジル人も出るし、でアメリカ人も出るし、でもちろん日本からも行くし、でヨーロッパ全土から結構出る人が多いっていうのがまずここだよね。でまあもちろんポイントのこともあるだろうし、でだって今年もだって、去年は月曜日あったのかな。いや月曜って聞いたことなかったですけど、ね、けど火曜日からだ、月曜日なかったとしても火曜日から日曜日までで、うん、火水木金土日で6日間やる大会ってないよね。ないですね。でパンナムが一時期水木金土日で5日間だったんだけど、もうその水曜日もほぼなくなったよね、うん、そうですね。でそれなぜかというとアメリカで結構あの大会が増えたっていうのもあって、うん、パンナムのそのパン選手権のプライオリティがちょっと下がった感はなきにもあらず、うん、けどそんな中でこの6日間をまだ維持してるっていうのはかなりでかいと思いますね。っていうのがこの、ヨーロピアンなんですけど、もう締め切ったかな。あ、もう締め切ったんですか。多分締め切ったんじゃないか、まだあるのかな。でも確かにエントリーはあれが分かれてましたね、あのチームがもう分かれてたんで、うん、もしかしたら確定してるのかもしれない。ちょっとまだ確認しなかったですけど、けどあのギリギリまで結構入れるもんね。そうですね。そうで中でじゃあちょっとリーモンさん
あ、でももう来週でしょ。来週。来週ですよね。うん、じゃあもう締め切ってるじゃないですか。締め切ってそう。うん、じゃあクロービルのそのエントリーリスト見てもらっていいですか。ちょっと待ってください。今ちょうど開けますので。はい。はい、じゃあクロービの、ルースターからクロービで多分今年のヨーロピア一番の見どころがこのルースターだったんだよね。そうですね。でマイキーがいる、はい、いねえって言ってたんだけど、うん、マイキーが結局ライトフェザーに上げて、うん、9人にはなれ急にだけど、うん、もうみんながみんなトップどころ、ね、タリソンも入ってきて、そうですね、ここでタリソンが入ってきたと、うん、いうのでここがすごく、注目のところですね。で本当はタリソンに勝ってたカーロス・アルベルト・オリベイラ・ダ・シウバ、うん、このベベとかもうルースターにいたのに、うん、ライトフェザーに上げましたね。でマイキーもライトフェザーに投げたし、エネロペスも最初ルースターにいなかった？いた気がしますね。だよね。だから結構上上がっちゃって、結構ルースターがあれってなったけど、とはいえブルーノ・マルファシーニはいるし、そうですね、クレベル・ソーザはいるし、クリスチャン・ウッドマンシーいるし、タリソンいるし、みたいな。うん、でそこに日本の橋本、柴本、澤田、うん、ですね。9人中3人が。3分の1が日本人。おお、すごい。でここでどうなるんだと、うん、ちょっとあれだよね、ベベトとマイキーがいたらもっとすごかったんだけど、うん、こうなってくるとちょっとどうなんだろうってなるけどね。橋本萌樹がどこまでいけるのか、うん、島本だから元、ね、ヨーロピアンチャンピオンですから、ね、島本選手でそこに続く沢田信弘もいますし、うん、けどここはもうちょっとタリソンですね、うん、もうタリソンがあの黒帯今回 IBJJF デビュー戦かな、そんなことない、メジャー大会は初だよね。あれは出なかったですか、オーストラリアの大会は。あ、出た、優勝してたね、うん、そうやって見るとあれパンパシだよね。パンパシ引く、あの時ライトフェザーじゃないかな、ライトフェザーじゃないですかね、あの時は。そしたらルースターで、でブルーノ・マルファシーニとクレベル・ソーザ、クリスチャン・ウッドマンシー、ここら辺ってやって、もちろん橋本美希、ここら辺ってやってどうなんだっていうところちょっと興味深い、うん、まあどういう風なあのあれが山組になるかね、山組になるかでもかなり変わってきそうな感じはしますよね。もう完全ポイント制ですもんね今。そうなってくるとちょっと分かんないね。分かんないですね。だからこのタリソンとそのトップどころ、うん、クレベル・ソーザだったりブルーノ・マルファシーニだったりっていうところとの対戦、あと日本人選手との絡みがちょっと興味深いところではあります、うん、どう見ますかリーモンさん。まあちょっとさっきも話したんですけど、ちょっと山組によってだいぶ様相が変わってくるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ9人っていうのもあれですよね、ちょっと鍵かなっていう、うん、そう1人だけ1人枠が そう1つだけ試合が多くしたら、これルーカス・ゴンサウベスあたりがルーカス・ゴンサウベスかフアン・ロペスあたりがだって何もないタイトルない人たちでしょ。ポイント的にどうなるのかって、まあね、ポイントでも完全に割り振られると思うんで、うん、そうそう、まあね、クリスチャン・ウッドマーシーより多分橋本智之の方が上だと思うんだよね、うん、と思いますね。ポイント的には上だと思いますね。だからそういう振ったところになるけどね、うん、まあ、ここはもうタリソンの試合が一番の、そうですね、誰と組んでも面白いみたいな、そうそうそう、興味深いみたいな感じになりますよね。これ興味深いですね、うん、これはちょっとけど、まあタリソン行っちゃうような気もしますけどね。お、マジですか。とある情報によるともうブルーノ・マルファシーニに負ける要素がないと。マジですか、そこまで言われてる。言われてます。へえ。けど前タリソンと橋本美樹がスパーリングした時に、うん、でもそうでもねえなと思ったっていう意見もあります、橋本美樹が。なるほど、そういった情報も入ってます。でかといってクレベル・ソーザだっていますからね、うん、橋本美樹ちょっとどうなんだっていうのもありますからね、うん、ちょっとここはちょっと楽しみじゃないですか本当に。そうですね、ね、はい、はい、じゃあこれがルースターで、ライトフェザー、はい、もうライトフェザーはもうここはもうあれだよね、マイキーとこのシセロコスタインターナショナル勢の、うん、軍団の。だけどこれ宮脇オーダーが出てないんだよね。そうなんですよね今回ね。そうだからジエゴパトがいて、イアゴジョルジュがいて、うん、で、ジョナス・アンドラージュがいるでしょ、うん、
でマイキーがいて、でベベトがいるって感じかな。だこの多分あのまあベベトも、ベベとマイキー、イアゴジョルジ、ジェコパト、ジョナス、だそのステロコスターインターナショナル、だステロコスターがだって5人いるんだよ。うん、あ違う4人か。4人ですね。これあ違う。あ4人ですね。そう。ちょっと知らない人たちもいるから、うん、ちょっとあのジョナス、ジエゴパト、イアゴジョルジはちょっと名前があるけど、うん、ルーカス・ビニシウスさんはちょっと知らないので、うん、けどここら辺のあのステロコスターのジョナス、イアゴジョルジ、ジエゴパトをマイキーが全部ぶっ潰すのか、うん、それでも誰かがマイキーを止めるのか、なるほど。でそこにベベトもいるぞと、うん、だからベベトは唯一タリソンに勝利してる男ですからね、うん、だから本当青帯からずっと負けなしできたタリソンにストップ隠したらこの男ですからね、うん、ベベトですから、ワールドプロとはいえ、うん、ワールドプロですか AJP ルールとはいえ、うん、止めてますから、だからそれがどうなんだって。そうですね、またここもちょっとねどういう山になるかっていうのがね、えまさかのヘネロペースが出てくるかもしれない、ないかな。まあ呪術はちょっとあのまぐれあたりがないですからね。そうなんですよね。ラッキーパンチないですから、ね、まあ、IBJJF のルールだと10分になっちゃうんで、なかなかまぐれはないなと、まあ、なかなか、うん、というところでこんな感じでライトフェザーマイキーとステロコスター勢の包囲網をかいくれるのかどうかっていうところちょっと注目と、はい、でフェザー級、まあ、ここでバンと上がりました20人、はい、ここは多いですね。でここはもうアリアン氏2トップ、はい、ジアニとアイザック、はい、アイザック出てきましたね、うん、で、ガブリエル・マランゴーニいますね。で、カスカオンブラジルのトップチームで、あとはでこのホドリゴ・バルボーダっていうのもちょっと俺知らないけどね、名前が強そうですね、うん、であのピーター・デビーンの息子、息子さんマックスいるでしょ、うん、でジエゴ、うん、ジエゴ・エンリケで、イスラエル・ソーザ、イスラエル・ソーザこの人はあの俺が行ったディズニーランド行ってる時にちょこっとだけ行った、うん、ロングビーチインターナショナルで全試合一本勝ちで優勝しましたね、イスラエル・ソーザ、すげえ動き良かったです。であとはアレッサンドロ・ソドレが、ね、アレッサンドロ・ソドレいるね、あのムンジャルチャンピオンね、はい、ブライアン・マヘチャ、あれで、あれでハジオラの息子ギレルメがもう黒帯出てんだね。でジョアン・カブレル・ソーザもいるし、うん、だここもちょっと分かんないよね、ここも分からない。でこの中に一人ジエゴ、ジエゴが、ジエゴ佐藤さんが、ええ、どこまでいけるか、今回フェザーに上げたんですね。けどここって本命いなくない？そうなんですよ、まあ、もちろん本命はアレックス・ソドレだと思うけど、あ、まあ、うん、けどアレックス・ソドレで盤石のあのあれじゃないよね、うん、誰かが勝ってもおかしくないよね。うん、ジョアン・カブレル・ホシャだって、あだからあジョン、あジョアン・パッチース、ジョアン・カブレル、ソーザだってライト・フェザーがだってフェザーに上げてるわけだし、うん、で調子だってアイザックだっているわけでしょ、はい、うん、でここでほら宮尾がさ、ライトフェザーにしろフェザーにしろ一人ずついったらまたそこで変わってくるけど、うん、それが今までのその上昇チャンピオンが抜けてるわけじゃん、うん、で本命不在だよね、うん、なんかあるんですかね、やっぱりあのシセロ的なこうポイントとかみたいなのとかも、うん、いや来てたら勝ち上がって譲ればいいだけの話よ、うん、まあまあそうなのかもしれないですけど、まああの2人ってもう出場権あるじゃないですか、ある、まあ、なのかな、なんか、どうなんだろう、ちょっと分かりませんけども、まあ、ここは本命は、まあ、アレクス・ソドレだけど、けどジアニとアイザックがどっちか勝ったっておかしくないからね。おかしくないですね。で、カスカウンだっている、カスカウンだってね、こいつってね、分かんないよね。分かんないですね。まあ、古豪ですよね。そう、ベテランがね、イスラエル・ソーザだって今はあの若い力がいますよ。うん、でギレルメだってもう多分最短で黒帯になってると思うから、まだ二十歳そこそこだと思うよ。へえ、全然若いよ、すごい。だってギレルメなんだ、これジュブナイルの時から見てるもん。あ、そうなんすか。で、あれ熾烈強制なんかしちゃって、あ、そっかそっか、そうですね、あれあれなどによく出てました、ね、出てたでしょ、うん、ずっとチェックしてましたから。でこれが黒帯で出てくるんだから、もう時代の流れを感じますよ。確かに、なんかどん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 なんかハイスピードになってますよね。そう、
みんなすぐ一直線に黒帯に来るから、ね、そうストレートに来るよね、うん、けどねあの長帯の時はそんなタイトル取ってないと思うよ。あそうなんですか、うん、ここ数年は結構あの微妙だった。あのジュブナイルジュブナイルの青紫ぐらいまでは取ってたけどね、チャオビでは多分取ってないと思う。まあちょっとここは本命不在ですね、うん、ただアレクソトレがちょっと抜けてるかなっていうところかな、うん、はい次もライトもまたね微妙なんですねこれがでジョナサス・グレイシーがライトを落としてます ね、 うん、あとはアレックス・モリナールだね、よく日本にも来てる、はい、な本当にいますね。でイタロモーラ、やっぱシセロコスタ多いな。いやでもなかなかねこんなライトにまでシセロコスタがこんなにいるっていうのは珍しいですよ ね。でここのほらあのビトオリベーラでしょ、うん、で森部慎介選手、お日本人いますね。結構ジョナス・グレイシー来ちゃうんじゃねえかなって気するけどね。来ますか一気に。いやだっていなくない。あそうなんですよ。あでもビト・オリベイラいるけどね、うん、ビト・オリベイラがだって一応ライトに行ってるけど、うん、チャンピオンにはなってないでしょ、うん、だってムンジャーとかだといつもルカス・レプリカでやられちゃってたし、うん、でミドルの時はオタビオ・ソウザにやられてライトに行くとルカス・レプリカやられるみたいな、うん、まだ優勝はないはずだよビト・オリベイラ。ワールドマスターとか優勝してたけど、ジョナダス・グレイシー来るような気がするけどな。グチエリがいるんだね。グチエリ・バラボーザ。グチエリ・バラボーザどこですか。カウソン・グレイシーチーム。あこれ強いんですか。強いですね。色帯の時はすごい強かった。多分黒帯もあの初じゃない、茶帯で多分チャンピオンになったチャンピオン、ムンジャルチャンピオンじゃないかな。ムンジャルチャンピオンが準優勝とかそのぐらいだと思うよ。へえ、ちょっとここもちょっと分かんないよね、うん、ビト・オリベイラが来るのか。でルアン・カルバーリオ、ルアン・カルバーリオ岩崎君に負けてるからね、うん、で森部慎介も どこまでいけるのか。そうですね、ちょここも分かんないよね。そうですね、分かんないですね、分かんない、うん、まあ俺はジョナタスいっちゃうような気がするけどな。まあ3強を挙げるとしたらジョナタス、うん、ビト・オリベイラ、イタロ・モーラかな、うん、このシセロの人たちってよく分からないって感じですか。分かんない。これ、まあ、ネイサン・フレイタス、あ ナタンチェン・フレイタス、ペドロ・エンリケさん、わかんない。イタロ・モーラは知ってるけどね。まあでもインターナショナルの方にが強い人が入ってくるわけですか。この2人の方がきっと上なんでしょうね。上なんでしょうね、格的には。イタロも多分黒帯で初じゃないかな。へえ、そこら辺に入ってくると思うけど、このヒルティのトミー・プッカネン、プッカナだ、プッカナ、分かんないですよ、これも、うん、ちょっとそれも見どころなんじゃないでしょうか、はい、ライトもちょっと、誰が来るか分からない。そうですね、なんかちょっと気になったのは、なんかアリアン氏勢が少ないですね、うん、確かに、ね、なんか毎年毎年、どの階級にも、そうね、まんべんなく、いるイメージありますけど、去年はあのルーカス・レプリでしたもんね、うん、ちょっとあれかなっていう、人だらかなっていうのはあります。うん、はい、ミドル。またここまで来ると分かんねえな。ホナウド・ジュニオールがいますね、アトス。ホデル・カプラル。お久しぶり。で、マックス・リンド・ブラッド。ブラッドリー・ヒル。ペドロ・ハマーリオ。え、ペドロ・ハマーリオ。フォーカス・ジューツ。へぇ。セバスチャン・ボーシュ。この人ビーガンですからね。そうですね、はあ、トミー・ランガカーがいますね。あ、ランガカーここにいるんですね。ミドルはちょっとトミー・ランガカーかな。まあこの名前だけ見るとホナウド・ジュニオールとトミー・ランガカーがちょっと抜けてるかなって感じ。セバスチャン・ボーシュも久しぶりに出てきたからね。あとブラッドリー・ヒルもいるし、マックス・リンド・ブラッドもいますからね。ここら辺がちょっとどこまで食い込めるか。でもカポラルちょっと1枚落ちちゃったもんね。そうですね。けどこのマゴマドフさんもいますよ、アリアン氏の。マゴマドフ、ちょっと名前は強そう。名前強そう、名前強そう、名前強そう。ちょっと名前がロシアとかあっちの方なんですか。そう、多分あっちの方じゃないのかな。ちょっとそこら辺がどうなるか、うん、けどここも、まあ、トミーランガカーと
ホナウジュニオールの2強にどこが入るかって感じかな、うん、トミーランカーとホナウジュニオールですね、ここは、うん、はい、ミディアムヘビー、ミディアムヘビー多いな、19人お多いですね、ね、うん、アレック・ボールディング、あ、久しぶり、ヤン・カブラル、うん、ウドソン・マテウス、ガブレル・サーレス、あ、ネイサン・メンデルソン、お、ネイさん頑張ってるな、エスペン・マティエッセン、ぐらいかな、あ、マネル・ヒバマールがいるね、うん、ここもちょっと、あ、ウドソン・マテウスかな、ここは、うん、あ、そうですね、で、そこにネイサン・メンデルソン、ネイサン・メンデルソン、ハファエル、あ、マネル・ヒバマールで、けどアレック・ボールディングって、あの、呪術の方ではちょっといまいちだもんね、うん、脳技だったらすごい強いけど、あ、そうなんですか、そう、脳技だ、だって AUCC の、あの、アメリカ代表でしょ、あ、そうですね、そう考えるとこうかなって感じだけど、もうここもね、アトスが強いってイメージのある階級なんですけど、一人もいないですね、いない、ほー、まあ、ここエスペン、エスペンですね、うん、エスペンとマネール・ヒバマーとウドソン・マテウス、うん、まあ、姉さんも頑張ってくれって感じかな、うん、ね、あの、アブダビグランドスラム東京チャンピオンですからね、はい、まあ、ヤン・カブラルってのもいるからね、うん、かつてコータルさんと激闘を繰り広げた激闘を繰り広げてましたかね、うん、まあ、秒殺されてましたけど、コータルさん瞬殺されて、1分もかからないで瞬殺されてたよね、あ、ノバじゃなくなってますね、そうそうね、はい、はい、じゃあヘビー級、はい、ここはちょっと楽しみな面々がちょっと出てますね、ディミトリ・ソーザ、ドミニク・ベル、ドミニク・ベルヘビー級なんですか今、そう、すごいな、ハファエル・バスコンセロス、アダム・ワルジンスキー、ジャクソン・ソーザ、うん、キーナン、あ、キーナンいるんだ、はあ、ペドロ・エリケ・エリアスもいますね、うん、ここは面白そうだな、キーナン復帰か、でもここ最近キーナンのね、動向があれだったからね、そうですね、なんかあんまりざわつかせてなかったもんね、久々に復活ですね、はい、リージョン・アメリカン・ジュースキーナン界ジェームス・コーネリアス、俺最後だろ、もう半年ぐらい俺キーナン会ってないもん、うん、でも半年、でも半年なんですね、あ、まあね、うん、半年会ってない人多いと思う、まあ、確かに確かにそれはある、うん、このキーナン、そう、キーナン、そうね、ただ今までここら辺だとさ、あの、うん、ヘビーとかだと、あの、レアンドロとかいたもんね、そうですね、うん、でアダム・ワルジンスキーと、ね、レアンドロのね、うん、戦いもあったけど、うん、ここじゃああれがね、キーナンとディミトリ・ソーザ、うん、ドミニク・ベル、うん、だからドミニク・ベルとだったらやるってことだもんね、アトスだからね、そうですね、ハワイ・バスコンソロスもそうだし、うん、アダム・ワルジンスキー対キーナンってもちょっと新鮮な感じするけどね、うん、ジャクソン・ソーザとも久しぶりじゃない、もしやるとしたら、うん、そうですねはい、ちょっとこれもいいんじゃないでしょう、はい、キーナンの、あれヘビーの見どころはやっぱキーナン復活ってところかな、うん、自分の道場を出して、はい、でスーパーヘビー、エルトン・ジュニオール、パトリック・ガウジオ、フェリペ・トローボ、あ、ジェラルド・ラビンスキーいますね、誰ですかこれ、ジェラルド・ラビンスキーがあれだよ、日本に来て昔、あの、あれだよ、カルバンクラインのモデルやってた人、知らない、紫組の時日本来て、もうあのアブダビーワールドプロ予選があって、はいはいはい、あっちの方でやって、うん、すっげえ雪降って、うん、帰れないってなって一緒に帰ってて、俺5000円貸したんだもんあ、なんかその話聞いたような気がする、そう、紫組の時雪で帰れないって、で5000円貸したんだから俺が、へちゃんと帰ってきました、帰ってきた、でブラジル行った時にあのジェラルド・ラビウス聞いて、うん、えってなって、今ここにいんのってなって、今こっちだとすんげえ枯れてでっかくなっちゃって、へえ、だって今スーパーヘビーよ、スーパーヘビーですね、何かが効いたんじゃないですか、やっぱりブラジルってまたと思いますよいいやつが、いいやつが、いいやつが、いいお薬が効いたんじゃないでしょうか、はい、ちょっとお薬ちゃんと5000円返してもらいましたよ、あ、そういえばっつって、おお、偉いっすね、50ドルあの別の時のアメリカ、あのパンナムかなんかで返してもらったんだけど、ジェラルド・ラビウス聞い
まあ、やっぱりなんかちょっと重い階級になるとまた、いやこれからまあエルトン・ジュニオールとパトリック・ガウジオでフェリペ・トロボ、ジェラルド・ラビンスキーじゃないですかここは、うんうんうん、でこのスタニスラフなんちゃらっていうのもなんか強そうだけどね、V かな、スタニスラフ バルシャフスキフみたいな、これもなんかねロシア系じゃないですか、ロシア系な感じのいやヨーロッパな感じするよね、うん、けどここはもうパトリック・ガウジオがいて、あとそこに絡むのは誰かって感じになっちゃうからね、うん、パトリック・ガウジオもスーパーヘビーまで行っちゃってるんだからどんどんでかくなってますよはい、いいものがある、はあ、いいものがいいものが接種してんのかも、パトリック・ガウジオだと V シティスでしょ、 V シティスのスポンサー接種ですから、あ、そうですね、そういえば一時期ブルテリアだったのに、へえ、はあ、出世部のように上がっていきましょう子供もできてね、今子育てしながら頑張ってるんじゃないでしょうか、そうなんですね、パトリック・ガウジオ、あれ IDCC 出てましたっけ、出てましたけどダメでしたね、パトリック・ガウジオ出てましたよね、なんかウルトラヘビー、はい、ウルトラヘビーはタナー・ライス、はい、ホドリゴ・ヒベーロ、うん、イゴール シュナイダー、うん、あ、ガブレル・ルーカスで復活ですね、元ムンジャールチャンピオン、ガブレル・ルーカス、ヒョードルっつって言われてたやつ、あ、そうなんですか、一回チャンピオンになってますよ、あれだよ、ブシェシャが足怪我して、うん、あ、はい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 、で、あの時か、あのでっかいやつ、でっかいやつ、そう、ブシェシャを怪我させたのが、うんうん、ジェフチームのあいつでしょ、うん、そいつに勝って優勝したのがあのガブレル・ルーカスですね、あのクソでかいやつですね、はい、はいはい、わかりました、わかりました、で、マハメッド・アリですね、マハメッド・アリも一番重い階級に来たんですね、もう一つぐらい下でしたね、二つか二つ ね、まあ、イメージがありましたけど、チームロイド・アービー、うん、マハメッド・アリとガブレル・ルーカス、ガブレル・ルーカス復活してどこまでいけるかどうかわからないけど、イゴール・シュナイデルと、タナー・ライス、タナーライスもね、優勝経験ないですからね、この人も準優勝ありましたっけ、そう、ね、ね、レアンドロートやってたよね、パンダムとかで、だからやっぱこのアメリカ人がここまで来るっていうところが偉いよね、うん、まあそうですね、ちょっとタナーライス頑張ってほしいですけどね、はい、はい、でこんな感じかな、で女子、よし、でも女子のルースターはマイスターとセレーナのワンマッチ決勝戦でも、ヨーロピアンでもルースターの試合が組まれる感じなんですね、そうそうそう、でまあここはもうマイスターがサクッと勝っちゃうんじゃないですか、うん、で、ライトフェザー、アナタリッタ・レンカーと、アナ・ホドリゲス、あ、アナ・ホドリゲスがね、今、うん、乗ってますからね、乗ってますね、アナ・ホドリゲスだって AJP のクイーン・オブ・マットの1で勝ってるでしょ、うん、アナタリッタに、そう、でここに謎のナイオミさん、チーム頑張る、チーム頑張る、頑張る、頑張る、頑張って、頑張ってますよ、ナオミさん、頑張ってますね、ナオミ・マシュー・マーティン、どこの人なんでしょうね、これね、頑張ってる人じゃないですか頑張ってなかったら嫌ですけどね、逆になんかすごい自堕落な選手だったら、でここはもうアナ・タリータとアナ・ホドリゲスのアナ対決、アリアン氏のアナ対決が、けどアナ・ホドリゲス勝っちゃうんじゃないかな、どうなんだろう、ちょっとだ今度ほら10分だからね、うん、どうなるかちょっとそこもちょっと興味深いところ、これは試合するんですかね、いやいや全然やるでしょ、やりますか、やると思いますよ、ガチンコで、ガチンコで、あの対決が、はあ、どっちの穴が上かみたいな、いやらしいこと言ってますねいや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 らしいですね、はい、はい、ちょっと大人のねあれも要素も入れとかないとちょっと、はい、フェザーです、はい、フェザーはこれはもうラリスタ・カンポス、アマル・アムジャイで、ガブリエル・フェッシャー、ビアンカ・バジリオと、うん、で、唯一、このヨーロピアン勢のエルサ・エレーネさん、ここはもうビアンカと、うん、アマルじゃないですか、アマル・アムジャイで、うん、ベルギー対ブラジル、イン・ヨーロピアン、これアマルって選手も強いんですか、いやアマルだってワールドプロずっとチャンピオンになってるじゃん、いや日本にも来てるじゃん、見てないから、ね、あそうなんですか、ベルギーワッフルですよ、へえ、ベルギーの人あのワールドプロ の、うん、その女子のランキングでは1位になったんじゃない、あそうなんですね、そうじゃあ
IBJJF の大会に出てくるのは久しぶり。いい、違う違う、だってチャオビの時だってライトフェザーかなんかでダブルゴールドになったでしょ。あ、そうなんだ。ヨーロピアンで去年、一昨年かな。あー、分かった、なんか見た気がする。そう、こんな軽いのにみたいなの。そう、去年か一昨年だよね。アマールさん、これもちょっと、だからアマルとビアンカとか多分やってないんじゃないかな、やったかな、クイーンズマットでやってたかな。で、ガブリエル・フェッシャーはあれですよ、今ヒカジーニョ亡き後、ファイトゾーンコパカバーナを仕切ってる女子ですね。あ、そうなんですか。コパカバーナの門番ですよ、この人。亡き後ってヒカジーニョ引っ越しちゃったじゃん。まあそうですけど、亡き後っていう。成田君は異常にね、ガブリエラさんっつって可愛いんですか。いや、俺は好みじゃないですけどね。成田くんは成田くんは好きみたいな。へえ。ずっとガブリエラさんずっと言ってるもん。あ、そうなんだ。ずっと言ってるもん。ちょっと見てみます。はい。で、ライト級です。うん、ニコール・スリバン、キャサリン・ヒル、ナタリー・ヒベーロ、フィオン・デイビス、シャーロット・ボン・なんちゃら。シャーロット・ボン・なんちゃら。あ、これか。このナタリー・ヒベーロだってこの人だって SJIF のワールドが出てたよね。うーん。で、いやけどここはもうフィオン・デイビスじゃないですか。まあフィオン・デイビスは僕でも知ってます。そう、フィオン・デイビスと、ニコール・スリバン。ニコールだってアトス本部の選手だからね。へえ。この3強なのかな。3強っていうか、いや、フィオンが一歩抜けてるかな。うーん。で、ちょっと全然クララさんとかも分かんないもんね。シャーロっても知らないし。知らないっていうことは多分要は三大大会の表彰台に乗ってないってことだもんね。まあそうですね。というこ さんが知らないってこと。ここはナタリーとフィオンかな、紛れがなければ。はいはい。で、ミドル級、ヘナタ・マリーニョ、タマラ・シューバー、カロリーナ・カリエロ。カロリーナ・カリエルド、あれ内山さんに一本負けしてる人ですね、アジアで。あ、そうなんですね。え、ダニエル・アルバレスも今ミドルなの。今まではどれくらいだったんですか。フェザーとかでだいぶ上がってますね。だいぶ上がってますね。だいぶボリュームアップしちゃいましたね。ヘナータ・マリーナ一時期タリソンと付き合ってたっていう説がありますからね。へー。 あとベダトスカーノ、ベダトスカーノあれですよ、あの人のガールフレンドですね。あ、ボバの人。ボバ、この間黒帯になった、ワールドノギで優勝して。誰だろう。ダブルゴールドになった。え、ダブルゴールドしなかったか、無差別で優勝したのか。あれですよ、ずっとイゴールが勝てなかった人。ああ、名前なんだっけ。名前は出てこないですね。そう、あの紫帯の時とかに勝てなかった人でしょ。そう、わざわざ階級変えちゃって。そう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 、こうやって名前が出てこないんですよ。このあれですよ、ノーボンバーオンリーボバって言ってた人ボバって、ね、ここまで言ってて忘れちゃう。で、タマラ・シューバは、イアゴ・ジョルジュの奥さんですね。おお、そうなんですね。はい。ダニエル・アルバレスは、ダニエル・アルバレスの娘。奥さんだいぶでかいんですね。でかいんですよ、奥さんの方がでかいですから。そうですよね。ここはどこですか。タマラ・シューバですかね。タマラ・シューバと、ベダ・トスカーノのと、あとヘナタ・マリーニョがどこまで行くかなって感じですね。はい。で、ミディアム・ヘビーで、ここで、全然知らないです、一人も。この3人は全然知らない。マリア・ビレーラ知らないです。サバサ・フランシスコ知らないです。マーガレット・ローズ知らないです。マーガレット・ローズってのはすごいいいけどね。名前はね、名前はいいですけど、ミディアムヘビーのすごい全然知らない。こんなボーンってなってそうな人の可能性もありますからね。はい。これだから3人しかいないもんね。少ないですね。そうですね。ちょっとわからないです。で、ヘビーで、クレア・セベンソン。あ、この人、去年のチャンピオンはこの人じゃない。このパトシア・ラモス、ローラ・バーカー、マグダレナ・ロスカ。で、唯一知ってるのがのクレアさんだっていうだけで、もうヘビーはそうなのかなって言って。で、スーパーヘビー、ジェシカ・フラワーズ、ケンドール・リューシン、ベネラ・ルッコネン。でもジェシカとケンドールがブレシー・バッハの2トップヘビー級の、そこに、ベネラ・ルッコネン。だからそのヘビー級、ヨーロピアンのヘビー級ってほらガビーが出たり、で、あと、
今、ステロイドやってあれになっちゃった人とか、あの人ね、そういう人とずっとやってたのはベンラ・ルッコネなんでね、うん、ベンラ・ルッコネか。でそこにケンドー・リューシンとジェシカ・フラワーズがいるからね。で、あの成田君がこのジェシカ・フラワーズ大好きで、ジェシカさん、ジェシカさんって言ってるけど、俺はケンドールが好きだから。ケンドール可愛いよ、うん、もうスーパーヘビーでも可愛い。いい、可愛いと思うよ。あのこの間の SAGIF のワールドで、うん、ギとノーギでダブルゴールド、2つやって、クアドラプルゴールド 4つ金メダル取った人、ケンドール可愛いよ。で最近あのベナムのスポンサーがつきました。でこのこれから話すけど、その AJP のクイオンバット2にも出てます、うん、今売り出し中です、ケンドール重心。ちょっと可愛いと思いますよ、ケンドール、うん、ちょっとケツデカめだけど、ケツぽっちゃり好きですもんね。そう、いいと思いますよ、ケンドール重心。なるほど。だからケンドール頑張ってほしいなというところですかね、うん、ちょっとこれはまあ、ルースターマイスターでしょ、うん、でライトフェザーが俺はアナ・ホドリゲス、うん、でフェザーはビアンカ、うん、ライトはフィオンで、ミドルは、まあ、ベダ・トスカーノ、ベダかタマラ、多分タマラかな、タマラ・シューバーで、ミディアムヘビーはこれ誰も分かりません、うん、でヘビーはクレア・セベンソンで、スーパーヘビーは期待を込めてケンドールと優勝予想をしたいと思います、うん、はい。まあ、女子に注目してる人はあんまりいないですからね、うん、多分話が通じる人もあんまりいないもん、うん、リモさんも全然でしょ。僕名前知ってるか知らないか、顔と名前を一致するのは軽い階級の選手だけです。成田君も顔基準ですから。顔基準ですから。顔基準全然あれですからね。でそれ以外ですね、うん、日本から出る選手ざっと上げときましょう、はい、でジュブナイル1で、ついにカウア・タニノ出ますね、ウルトラヘビーで、ジュブナイル2で ペドロ中野・ドゥンガで、ジュブナイル2の女子でアガタですね、うん、でアダルトの青帯で、中井戸裕二と、富谷野、うん、で、紫のルースターで畑中健吾さん、ちょっと分かりませんけども、うん、でライトフェザーでエリック メネギン、元カルペディエム、現チェックマット、うん、でフェザーにダニエル浜崎と鈴木誠、うん、ダニエルはこれが紫帯デビューじゃないかな、あそうなんですね。でミドルにザビエル、うん、ザビエルシューバー、うん、で女子のライトフェザーでミレーナ佐久本、うん、でライトにカロリーナでミドルにフェルナンダ、うん、ここらはちょっと優勝戦線絡むよね。そうですね、あのかなりあのトップどころが揃ってるんじゃないでしょうか。日系ブラジルの方多いですね、ヨーロピアンなんで。で、チャオビのルースターでチアゴとイアゴの上の兄弟、うん、カツオとノボルダ、うん、言ってます。で去年だって、うん、で去年はルースターで紫帯でクローズアウトしてるからね、うん、初のクローズアウトだよね、メジャー大会 で、ね、うん、でライトフェザーが熱いですよ。ホベルチがいて、大柳慶斗がいて、うん、マティウス・ホンダがいて、前田隆介さんだ。このマテウス女にね、大柳君はもう一回も勝ってないですから、紫帯時で結果的に多分最後の試合になった、あのブルテリオープンかな、青帯の、うん、で最後決勝戦でやって負けて、まあ、頭抱えるって、うん、もう涙したあの姿忘れられません。でこれがねヨーロピアでやったらまたちょっと楽しみですけどね、マテウスも出てくる、ね、そう、マテウス対ホベルチって言ったって、これだってあの本当に同じ世代を生きた人たちだから ね、これがヨーロピアで再会ですからね、これもちょっといいんじゃないですか、うん、で、ミドル級に安藤キリヒト、アンディコング、うん、ミドルに下げるんですね、ミドルまで下げたんですね。だからここもちょっとどうでしょうか。だから本当にいつもだったらここにイゴールだったり何だりがいるんだけどね、イゴールで、あ、イゴール出ないんだ。そう、あと、あ、もちろんライト級にあのアンディ・トーマスいるけど、だからそう考えると日系ブラジル人ばっかりなんだよね、今回。そうですね、日本人はケンゴ・ハタナカ、鈴木誠、うん、と、大柳圭人、うん、前田隆介さん、うん、アンディ・コング、だから、うん、3分の1ぐらいじゃないかな。そうですね、ね、全部日系ブラジル人ばっかり、うん、でこれに黒帯の4人そうね出てもそんな出てないですね、今年はね少ない。でマスターの黒帯で、マスター1のミディアムヘビーにサダ、サダクリ、うん、でマスター2のライトにヘナート復帰、うん、でミドルにヨウスキ、
でマスター3のフェザーに中村大輔でライトに浅田で、マスター4のフェザーに岩崎浩二さん。岩崎さんだって青弁の時からあのヨーロッピアンずっと出てたもんね。うん、でミドルにドクトル大内、うんうん、で、マスター5の、ライトフェザーに高倉雄二さん、うん、で、マスター6のフェザーに上谷田浩一さんと、うん、これ全然かぶってないですね。ねみんなパラパラだよね。なんかねかぶりそうな感じもしないでもないです。そうだからヘナートがだあのよで多分今サダだって、うん、マスター1のランキング1位でしょ。あそうなんですか。多分1位だと思うよ。出まくってるからね。でヘナートが復帰してどうなんだっていうところをまずよ、アジアを準優勝したよね、うん、でそこでどうなんだっていうところとで陽介だって今多分あのマスター2のランキング1位じゃない。へでその中村大輔だって出てくるからね、うん、中村大輔だってワールドマスターチャンピオンですからね、うん、浅田も出てきてどうだっていうところもあるし、うん、で岩崎さんもそうでしょ。でドクトルが出てくるのはいいけど練習してんでしょうか。なんかこの間なんか投稿で久しぶりのなんたらかんたらみたいなの書いてありましたよね。ヨーロピアン出るんだからそろそろ頑張って練習してほしいところですけども。で高倉雄二さんちょっと分かんないですけどね。マスター5でマスター6のランキング1位の上谷田さん還暦ファイター60歳、うん、還暦おじいちゃんですよ。すごいですね、おじいちゃんいやいや本当のおじいちゃんだもんね。孫ね、お孫さんがいらっしゃる、おじいちゃんですよ。すごい。ちょっとこれはあの楽しみなんじゃないでしょうか。はい、何人いるんだ。であとあのマスターの色帯とかもいると思うけど、そこはちょっとノーチェックだけど、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29+4で、33人。ここら辺はもうだからヨーロピアンはフローで見れるもんね。そうですね。時差をチェックしながら。さっきしかもアメリカとかより見やすいですからね。そうそうそう。だからこの黒帯のところもだって全部ね、うん、見どころあるし、で日本人の活躍ぶりを見つつ、ちょっとブラジルブロックで結果ぐらいを出したいなと思ってもおります。はい、リーモさんの見どころどこですか？ヨーロピアン。ヨーロピアンはやっぱり今回はあれですね、シセロコスター。絡みが、うん、軽い階級のシセロコスタ絡みがちょっと気になるところですね。なるほど。はい、これやっぱ日本人選手との絡みも今後どんどん出てくるっていうのもあるんで。そうね、やっぱり見たいなっていう。そうだからここでヨーロピアンで勝った負けたしてパンダムに行くわけじゃん、うん、パンダムってもうムンジャの前哨戦になるじゃん、はい、でこの間にであのブラジルだってブラジルまで行く人ってあんまりいないから、うん、だって日本人だと今回30何人出てるけど、ブラジル行くって人はほぼいないでしょ。まあいないですね、うん、でそうなってくるとやっぱり日本人のそのパンダムムンジャルに向けてってなったらやっぱここが一つのあれになるもんね、うん、そういえばダーシャマも出てないじゃん。うん、なんか出てないですね。ダーシャマさん出ないですか。もう今年全く連絡がないんでわかんないですけど。そうハイサムも出てないからね。おハイサムさん出てない。ハイサムさん出てないです、うん。まあでもなんかノートとかはチェックしてるんですけど、あいつの投稿してる、うん、まあなんか月末あんまり練習してなかったみたいな、先月のね末とかあんまり練習しなかったから多分出ねえんだろうなっていうふうには思ってたんですけど、うん、まあ12月11月12月3連戦とかやってたから、うん、あれなんじゃないですかね。なんかちょっとって感じですかね、うん、まあ、もしかしたらニューヨークとかのあっちの方の大会に出るんじゃないですか、うん、わかんないですけど。だからアメリカにいる人はだってわざわざここまで行く必要ないっていうのはあるよね。うんとは思うんですよね。アメリカ国内でどうこうできちゃうもんね。でもまあね、よく練習してる、はあ、あのジアニとかが行ってんだから一緒に行けばいいなと思う。ビジョタロウで乗っかりゃいいなと思うんだけど、うん、ポイントはあるんでしょう。ポイントありますね。150ポイントぐらい持ってるみたいな。したらライトフェザーに入ってたら、まあ、したらだからもしライトフェザーに入ってるとしたら、うん、結構のあれになるよね。そうですね、結構しんどいなってなるよね。うん、だからけどそれを踏まえてパンダムムンジャールになるから、うん、やっぱ経験値をそうなんですね。そういった意味では出ればいいのになと思うけど、ね、思いますけどね。まあなかなか難しいのかな、まあ、金銭面のことも多分あるとは思うんですけど、ね、まあ
あれですね、国内移動だから今度パンの方が楽になるっていうのもあるしだろうし、うんうん、まあそれに向けてやっていくんじゃないかなと思いますね。ね、あとちょっと気になったのが、はい、チアゴバホスがマスターワンのライトフェザーに出てるっていう。あのあれもそうよ、クラウジーニョもマスターに行ってました、ね、なんかワールだって現役のワールドチャンピオンが、うん、あのマスター行くって何って思うけどね、うん、まあでもなんかその辺を見てなんかやっぱりなんていうんですか、ムンジャルを想定して、うん、例えば自分のチーム、うんのポイントを稼いでるっていうのはあるのかもしれないですね。他の若手けどクラウジーニャなんてもう全然だって、しかもデラヒーバから移籍してたもん、どっか。あ、そうなんですか。そう、どっか違うとこ行ってた。と思って。そういうのにね、出るっていうのは何なんですか ね、 なんかね、何なんだろうと思うけど。チアゴバホスはほら、そこ枠を譲れば、うんうん、自分のところの若い選手がポイント貯まるかもしれないじゃないですか。そうそうそう。そしたらそれでまた。チアゴバホスだと要はムンジャルで負けなしで終わってる人だもんね。うん、それがマスターワンとか言って、うん、ちょっと困るなみたいな。そうなるよね、ちょっとびっくりです、うん、はい、まあ、そんな感じのどういう戦略があるのかっていうのもね、ちょっといろいろ楽しみですね、はい、そんな感じのヨーロピアン、はい、見どころ紹介でした、はいはい、続きまして AGP クイーンオブマット見どころ紹介、はいはい、もうこれもリーモンさん出てダメ全く、はい、あのクイーンオブ、ね、今まで AJP でキングオブマットっていうのをあのレギュラーでやってたね、うん、でそこで女子ジュース家たちがギャンギャン吠えて、なんで男子ばっかりっつって、でそれでできたんですか。それでできたのがクイーンオブマットですね。だから今だってキングオブマットちょっと人だらけしてるよね。うーん、今やってないよね。そういうことでできたのか。そうで、第1回目が女子のライト級で、うん、でそれが去年の11月かな、うん、で俺がロサンゼルス行ってる間にやってて、うん、でちょっとそれは配信とかあんま見れなかったんだけど、うん、で今回はヘビー級ってことで出てるのがガブリエル・ペッサーニャ、タマラ・シューバ、マルティナ・グランメウス、うん、で先ほど言ったケンドル・リューシン、サマーサ・クック、ナチエル・デ・ジーザス、うん、だからここら辺の人たちって、うんうん、ケンドールは、うん、ケンドールとタマラ・シューバは出てるけど他の人たち出てないからね、うん、あのヨーロピアンね、うん、ナチエルなんてだってワールドチャンピオンでしょ、うん、だからヨーロピアン出てないから。これいつやるんですか。17日です、今週末。ああ、じゃあもうもろかぶりじゃん、ほぼ。で1週間ずれなのよ、うん、で AJP、 あ、これはアブダビでやるから、うん、アブダビでやってその次の週にヨーロピアンになって、うん、だからケンドールとタマラシューバは、うん、連戦と。結構大変ですね。そうけど、まあ1万ドルとか賞金出るはずだから、まあ、賞金もらってね、ちょっと中東の国でもちょっとみたいな感じのところもあるんですかね。でこれがガブリエル・ペッサーニャだってあの去年の、チャオビのムンジャルチャンピオンでしょ、うん、あ、そっか、だから黒帯になってから出れないのか、ヨーロピアンは。ムンジャルは出れるけど。あ、どうなんですか、ヨーロピアンいいんじゃないですか、前年度チャンピオンだったら。ムンジ一応50ポイントでしたっけ、何ポイントかやりますよね。30ポイント、50だか30だかですね。でなんのかな、さすがにチャンピオンだったら出られるんじゃないですか。だからムンジが出られるんだから他のも出られるでしょう。ちょっとそれ分かんないけど。でこのヘビー級で、ヘビー級で、3人と3人の総当たり戦の勝った人同士で A 対 B のブロックをやるという感じで、A ブロックがガブレール・ペッサーニャ、タマラ・シューバ、マルティナ・ナンチャラさんで、ペッサーニャとタマラがブラジル枠で、マルティナさんがスイス、スイス、スイス、スウェーデン、この国旗、スウェーデン、スウェーデンですね。で B ブロックがケンドール・リューシンとサマーサ・クックとナチエリ・デ・ジーザスで、ケンドールがアメリカ、サマーサ・クックがイギリス、ナチエリが、ブラジルという感じで、だからこういうだからこれヨーロピアンって言ったってブラジル人がほとんどじゃん、うん、とは言いつつこのアブダビの AJP のやつってこういう国が分かれてるのがいいよね、うん、まあ、6人中3人がブラジルだけど、けどちゃんとイギリス人だったりアメリカ人だったりこのヨーロッパの人だったりっていうのが入ってきてるっていうのはちょっとこれはいいかなと思う。でこの AJP がルール変えたでしょ。アドバンテージが1点とか、ね、そう、ペナルティも相手にポイントが入ったりして、うん、で決勝戦が全部5分になって、決勝戦だけが6分だけ、うんってなって、そういうちょっとルールが変わって、これそういうのもどうなのか、だから今までは全部 IBJJF ルールを元にして、うん、IBJJF ルールのポイントシステムがあって、そこに
アドバンテージがなかったり、レフリー判定がなくてさ、オーバータイムに入ったりみたいななってたけど、うん、今回のは AJP はもうまた変わって、うん、ペナルティとかが相手に1ポイント入るとか、うん、ってなってるっていうのはちょっとこれまた変わったよね。なんかよりレフリーはちょっと大変になりそうですね。そうだから今までは基本は全部一緒だったんだけど、うん、こういうふうに根幹が変わっちゃうと、うん、ちょっと大変だよね。だってこれちょっとした反則だって見逃したら、そう言われちゃうじゃないですか。そうそう、勝敗に関わっちゃうからね、うん、普通のやつだったらそこでペチペチって叩いてペナルみたいなね、これ袖にちょっと中入っちゃったからって、あ、今袖入ってるぞみたいな、じゃあそれで1ポイントになっちゃうわけでしょ。なっちゃうから相当大変だと思いますね。これ結構変わるよね、うん、っていうのがあるので、ちょっとこれはどうなるんだっていうのもちょっとそれも含めて、だから今まで AJP と IBJJF って結構別なものだったけど、より変わってきてるね。明確な差ができる。で今度だってまた4月にワールドプロあるけど、でさっきも言ったけど、そのポイントがないからムンジャル出れませんみたいな人たちはそっち行くわけじゃん、うん、だからハイさんもだってワールドプロ出るって言ってたからね。へえ。なんでだろうと思うけど、多分ハイさんポイントないのか。いやけどニューヨークオープン優勝してるから、それでも足りないのかな。あれダブルですか。いや違います。じゃあ足りないかもしれないですね。やっぱそういうのがあると、じゃあそっち行こうかなみたいになるよね。だから黒帯でだって現状日本にいる日本人の黒帯がこういうポイントを50ポイント貯めるって結構なあれだよね。80ポイントですね。80か。ムンジャルだろなんだろうって言ったら、そしたらだって本当にアジアで勝つだけじゃ足りないもんね。そうですね。アジアでギリギリです。アジアだったらギリギリもらえるんだ。で、はい、今アジアで勝つのって簡単じゃないもんね。簡単じゃないですよ。したらだって本当都落ちでソウルだオーストラリアだって出稼ぎに行かないといけないもんね、うん、ポイント取りに。そうですね。でそれ難しいよね、うん、じゃあそういうのがないから AJP はパラッと出れちゃうっていうのはいいかなと思いますけど、うん、まあ、このクイーンオブマットこれも配信で見れるのでちょっと見ていただきたい。それはあれですか、フローですか。フロー、いやこれはただで見れます。ここがやってくれるってことですか。そうだから AJP はもうお金死ぬほどあるから。死ぬほどあるのか。もう自前で全部できちゃうっていう。だってまあIBJJ の大会はフローがやってるけど、だからフローでやってるってことはフローに入らないと見れないわけじゃん、うん、だからそうだけど見れる人っていうのはやっぱ課金しないと見れないってなってるから、うん、どのくらいの人がみんな見てんのかな、フローでヨーロピアン。どうなんでしょうか。純粋にチームメイトの応援で見るのか、それともその黒帯の黒帯ルースター熱いよねって見るのか、そこらもちろんどういう風になってもちょっと分かんないけど、まあ道場に一人二人いればいい方じゃないですか。見てるなのかな、各道場に。ちょっとそういうのもちょっと興味あるけどね、うん、やっぱそういうのが課金で、けどこれはタダで見れるって言ったけど、タダでやってるからって見るかな、クイーンオブマット。正直な話見ないですね。いやケンドールとこのナチエルだって初対決じゃん。そこの初対決に興味が持てない。いやケンドールさん見てください、可愛いですよ。じゃあ見てみますか、うん、無料だし。無料だし。ケンドール可愛い。でこの人レスリングでナショナルチャンピオンになってますから。へー。だからこの間ノーギーでダブルゴールドになったんだよね、ジェシカフラワーズとケンドール・リューシンで階級別も無差別も両方ともクローズアウトしてるのね。だからそのやっぱ農技だと道技だと俺が見に行ったそのロングビーチインターナショナル負けちゃってるんだけど、やっぱ農技だとほらレスリングテクニックが使えるから、うん、強いのかなってちょっと思ったけどね、ケンドル・デューシン、うん、いや可愛いので見てください。俺の好きなタイプです。はい、はい、じゃあそんな感じで。好きなっていうのがよくわかんないですよね。ロリ巨乳的な感じを勝手に白崎愛が好き、勝手にこうイメージは入ってるんですけど、白崎愛が好き。絶対そんなんじゃないじゃないですか。そう、紺のしおりっていう人が最近好きですね。誰だろう。紺のしおり、そっちのしおりもちょっと好きなので、ショートカットでね、おっぱい大きい人で、ショートカット好きですよね。そうですね。いやもう歴代だと、俺八木沙織からショートカットだもん。少女代だって、ね、最初レイコが好きになったし、紺野しおりで、そこで昔だね、今の紺野しおり、今ほら、可愛くない。ああ、なるほど、綺麗なお姉さんだ。ちょっと綺麗な感じですね。 H カップありますね。いや、よくない？ H カップらしいです。紺野しおりいいです、俺ちょっと好きです。へえ。最近の一押しですね。で
でもなんか こっちくらいの方ちょっと可愛い感じですね。ちょっとなんかお姉さんになっちゃった。いいよね、うん、今度しおり、はい、はい、そんな AJP でした、はい、こっちが分かんない、はいはい、それでは続きまして VSTS 新作情報、イエイ、はい、はい、この番組スポンサーでもあります、はい、VSTS 様から新作、はい、ということで道着が出ました。まずはい、じゃじゃん、はい、じゃあ竹下さん、この新作の紹介お願いします。いきます。商品名 A by VSTS 着物ネイビーブルーです。これは前に出たやつよりちょっと色が違いますね。うん、ちょゴールド A by、はい、A by VHS だから、その VHS のちょっと廉価版かな、ちょっとあのお手頃価格というか、道場道着みたいな、その位置づけで、うん、やっぱ今2万超えてるじゃん。そうですね、でその中にあって、これ1万5000円ですか、税込みで。言っちゃった、言うんじゃないんだろうしか。え、何でもないです、どうぞ。でその道着が、この今これネイビーじゃなくて、これなんて言えばいいのかな、群青色、うん、ちょっとね、ネイビーよりは若干薄い感じで、薄いよね、うん、で白、で、ね、過去に出てたのが白、ネイビー、グレー、黒で、この色ってこと、5色目、うん、で普通の青以外が全部出てるってことだね。青が、うん、あのネイビーとこのネイビーブルーだ。前の前紺色あったよね。紺と前がネイビーで、これはネイビーブルーっていう、うん、既存のネイビーより比べ青みが濃く、独特のカラーを十二分に沖縄を渡させた着物。あのカルペディエムがあのほら群青色って出してたじゃん、そんなような色だよね、うん、でもサムエみたいな色、うん、青みが、ね、ちょっと珍しいよねこの色合いは。そうですね、ということですね。けどこれだってあの JBJJF で着れるんですよね。はい、大会公認大会でご着用いただけます。けど1月15日現在です。急に変わりますから、うん、JBJJF はまあでも特にこれといったなんか、これでパッチがあるとか、いやいや、この色がね、ああ色がね、色がまあ、収縮率は上着パンツともに約2センチとなっており、ほとんど縮みは出ません。もう今の道着ってそんなに激しく縮むやつないよね。前はワンサイズ縮むやつとかザラだったかもしれない。昔はあったよね。上は縮むのに下は縮まないみたいなのとか。あの上はこういうほらやつだけど、下のズボンはあのリップストップだったりして、そうするとあのちょっと変わるよね。どうでしょうかこちら。では同じ商品のパンツのみの販売もいたします。これって結構シンプルだし、で、まあ、やっぱ安くて売れたじゃん、うん、その中であの前持つやつがちょっとちょうどいいなってなったら、まあ、あ、じゃあ新色出たんだから買おうかなってなるよね、うんうん、なるなるね、ちょ、うん、そういうやつに2着目としてこのちょっと特殊な色だし、うん、っていった感じでいいんじゃないでしょうか。これはけどこれはもうなんかもうね、少数しか入ってないらしいので、うーん、え、そうなの、売り切れごめんです。2020年の1月16日に発売が開始されているそうなので、あれなんですね、このブルテリアとかには置かないと、おもう自社のサイトでしか売らないと、のみの販売、いやだからよっぽど少ないんじゃないですか。でしょうね。これぜひぜひ、はい、購入希望の方はパンツのみだと6600円です。だ俺ズボンのサイズが違うからね、ワンランクちょっとサイズが変わっちゃうので、サイズが A2T まで、ね、うん、パンツは1234567種類、 A00 A0 A1F A1 A2F A2 A2T がパンツのみで、全部だとプラスで A3 と A4 も入ってます。おすごいね、そんだけあるんですね。はい、はい、もう1万5000円なので、多分これもパパッとなくなっちゃうんじゃないですか。うん、ですね。そうなるとあれなんだよね、
あ、悩んでる暇がないっていうか、ないで悩んでるうちにもうなくなるみたいな。前買った人は買いやすいですよね。そうそうそう、あのサイズ感も分かってるし、ね、この間ちょっとあのタイトめだったからちょっとワンランク上上げようかなみたいな、うん、だから A0A1A2 の間があるもんね、うん、初めて買う人とかちょっと迷ってると確かほんとすぐなくなっちゃうかもしれない。そうそうそう、なっちゃいそう。1万5000円って最近のあの道着の中ではもうあれだよね、うん、お安いって感じになるよね。だってこれだったらちょっと練習着として全然いいでしょ、まあいいかみたいなね、ちょっと勝負ができるというか、だって一回飲みに行ったりしたら1万円とかかかるんでしょ。まあそこまではかかんないですけど、まあ2、3回ね飲みに行くっていうふうに思っちゃったら、うん、まあそこ1回で1万5000円はかかんないか、まあ、そこまではかかんないですけど、まあ、でもほら1ヶ月ね行くって考えたらそれぐらい行っちゃったりとか、うん、後輩におごったりとかしたらね、またお金もかかっちゃいますからね。そういいと思います、はい、1万5000円、はい、どうでしょうか、どうでしょうか、はい、さらにまだありますよ。続きましてどっちこっちから行きますね、はい、ランクドラッシュガードロング何でしたっけ、スリーブス、はい、長袖ですね。ということで、これもランクなんですね。あのランクドラッシュガードっつって、あの帯色によって白、青、紫、茶、黒っつってあるんですよね。日本はそれ適用されてないんだよね、今はまだ農技はね、うん、まだで海外だと農技の大会出るときにそのランクドラッシュガードっつって、その自分の帯色に合った色のラッシュガードしか出れないっていうことで、っていうね、だってあのなってはいるんだけど、日本まだそれがないんだけど、うん、そういうのも一応やっぱかだから VCS は海外仕様だけに、うん、そういうのもあると、はい、でこれが白と黒が今回持ってきてもらいました、はい、ラックドラッシュガード価格が1枚8800円、おなかなかのお値段しますね、はい、やっぱブランドものは。でもロングですかね、ロングスリーブなんで、これロングスリーブ好きじゃねえんだよな。おそうですか、はい、僕もどっちかっていうと半袖半なんですけど、そうなんかどっちにしろやんないとダメじゃん。なんかただロングスリーブやる人はロングスリーブの方が好きだよね。8800円 VS です。これシンプルですね。でここの首が良くなりましたら、俺首にこれがあるのやなんですね。んどれ？あのちょっと首のところがちょっとなんつうの？ハイネックみたいな。そう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 。ああ。こういう風になってるのやなんです。はい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 。じゃこれなくなりましたね。あ前のは前あったんですよ。おやつ。これは。XS から 2XL まである、うん、だからね、はい、そうなんですよ、今まで俺 L から始まり XL なんて今は 2XL ですからね、だから前のやつも着れないですから、 2XL あるのすごいいいと思います。今93キロありますからね。これ色はこれは例えば青だったらこの黒の部分が全部青っていう感じですか。色は白、青、紫、茶、黒、ね、そう、これがあの帯色ですね、うん、帯色全部ランクドラッシュガード。だからこのランクドのやつを出してるのって、うん、国内だと本当にブルテリアと VCS だけじゃない。うん、勇みないでしょ。うん、勇みはないと思う。だからやっぱりあの日本ではないから、うん、で海外だってブルテリアって最近出したんだもん。海外で26サプライがあの海外で売るようになって、うん、で海外の選手たちからあのそういうベルトランクのやつが欲しいって言われて、うん、じゃあつって作ったのがあのレンジャーモデルですよ。あのレンジャーラッシュガードってあったじゃん、はい、だからもう で逆に言えば日本で買えるのはこの 2つのブランドしかないと、うん、はい、8800円税込み、はい、いかがでしょうか。いかがでしょうか、はいはい、続きまして VHTSOMC ワークアウトロング T シャツ、はい、ロン T です。ロン T です。これも着てます。これといやグレーもあるんですか。はい、うーん、これとこれ全種ですね。そうこれね、白と黒とバックです。なんこのメッシュ地、確かにメッシュっていうのかね、メッシュこのポリエステルで通気性もいい、うん、今までこれのあの普通のショートスリーブ普通だったらこのロングスリーブで言いました。でちょっとあのなんて言えばいいのかね、肌触りもよく、うん、普通の T シャツよりも通気性がいい。だからこの、中にはラッシュガードの代わり着てる人もいるね、うん、まあ、試合はね出られないです。気をつけていただきたいんですけど、うん、あのたまにいるんですよね、あの
ドライフィットのし、そうそうそう、 T シャツ着てきちゃう人いるんですけど、試合はあのラッシュガードじゃない。だからこれあのジムに行くときにちょうどいいんだよね。そうそうそう、そう、乾燥して帰ってもね、すぐすぐ、ね、そう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 。あ、裏見せてください。はい、おいし、はい、これまあこれはあの前に出てたやつと同じですね、プリントは。いいじゃない、これ充実、オフィシャルメンバークルー、これいいんじゃないですか。ヒヤさんは今何を着てるんですか、サイズは。もちろん XL ですね。 XL はちょっと大きい感じもしますね。いや、そんなことないよ。そんなことないですか。ちょうどいいぐらいだよ。ヒヤさんのサイズで XL、 93キロで XL ですねで、サイズは XS から XL まで。あ、そうね、そうだ、はい、あの VSS って女子がなぜか好きだよね。あのちょっと、いい、女子が何を買うってなった時に、じゃあ VSS にしようかなみたいな。で、あれってあの弥生が出た時にあそこにちょっと水玉模様みたいになって、で、あれで女子がガッて入ったよね。で、あのこの A バイのこのロゴもちょっと可愛いじゃん。そうですね、 A にちょんちょんみたいな。で、ちょっと女子がちょっと買おうかなみたいな。で、そういう入り口がこれで、それからこっちに流れるみたいな、いうところがあると思います。だから XS があるのはいいよね。あの ラッシュガードにしろ、このこういうアパレルにしろ、 XS、S、M、L、XL までどうでしょうか。白黒ダークグレーですね。いかがでしょうか、こちらの。お値段が4180円。これはもうお安い、はいはい、これの半額です。これいいですね。本当だから練習にもいいし、普段着にもいいし、だからあの本当ワークアウトっていうよりは本当ジムにちょうどいいんですね。そう、ジムの中だとあのそう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 、あの普段着だから普通の T シャツだとうんって感じだけど、ラッシュガード着るほど生きてねえよって感じだからその中間のこれがちょうどいいかなっていうのはあると思います。夏場とか良さそうですよね、やっぱね。そうそう、あね、このだここでこれ暖かくなってきたらこれでね、街歩きもできるし、そういった意味も含めていろんなところで使えるんじゃないでしょうか。ワークアウト、ロング T シャツ、こちらも含めて、道着、ラッシュ、このワークアウト、ロン T、いかがでしょうか。はい、VSTS さん、いつも番組来ます、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあそんな感じで今回はヨーロピアン、はい、AJP、そして新作紹介と、はい、この3つのお題目でやらせていただきました。はい、はい、でまたこのヨーロピアンが終わったら見ますね、リーモさん。見ようと思ってますね、はい、今回は。それ終わってからまたあれこれ話したらいいなと思います。はい、はい、じゃあそんな感じで VCS プレゼンツ BJJ ウェーブ、橋本でした。若ピンでした。森田圭郎でした。はい、また来週お目にかかると思います。さよなら、さよなら。